幻十郎必殺剣は、江戸を舞台に、死から蘇った、幻の資角が、正義を貫き悪に立ち向かっていく姿を描いた、通海娯楽時代劇。テレビ東京の金曜時代劇枠で2008年1月18日から3月14日まで放送された。月曜時代劇枠で再放送が2009年1月5日から3月16日まで放送され、 続編となるスペシャル版が2009年4月10日に放送された。字幕放送と地上デジタル放送では連動データ放送を実施。元南町奉行所定庁周り同心、神山玄十郎は、妻を暴行し、自害に追い込んだ放売、吉見伝四郎を切り殺した罪で5年間投獄されたが、まともな処分が下らないまま、残首刑に処せられた。ところが、 処刑執行から三日後、深い眠りから覚めた玄十郎は自分が生きていることに気づく。そこへ、一田孫兵衛という男が現れ、玄十郎の身代わりを立てて命を救ったことを告げられる。さらに孫兵衛は、すでにこの世に存在しない玄十郎に、幻の幻十郎として生き、五年前の事件の真相を探るよう促すのだった。闇の陰謀に巻き込まれた幻十郎が、 5年前の真相を探るため、再び生かされ、幻となって、悪を成敗する。第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話最終話スペシャル版初回のみ2時間スペシャル、北王子金也、世の悪を切る、時代劇、幻十郎必殺剣制作発表、北王子金也が川のちゃんちゃんこを自慢。n i k k a n s p o o r t s c o m オリジナルの2008年1月22日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20080122011029/http:/www.neaconsports.com エンターテインメント PETP0 から28118から 308544HTML2014 年2月22日閲覧。北王子立ち回りきらりテレビ愛知、幻十郎必殺研究スタート。ありがとうございます。